ボンドチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪岡です。高橋です。今日ご紹介させていただくのは、はい、ゲレンデ2台。ゲレンデ2台ですね。はい。こっちです。今日紹介させていただくのは白の方のゲレンデってことですよね。そうです。はい、まああんまりゲレンデ言うとちょっとまずい。いろんなところから言われるかもしれんけど、はい、なんとジムニーです。ジムニー。はい。いやもうびっくりですね。そう。もう今回のは好き勝手していいっていうことで。ああもう最高です、ね。はい。好き勝手やりました。ああいやーこれはでも見比べても。はい、もうゲレンデミニみたいなそうちょっと本物を置いて並べてこう比べてみたって感じでそうですねそうでこれはなんかエアロボディキットみたいなそうエアロオーバーっていうメーカーの、はい、ボディキットあなるほどなるほどですそれをもうフルでつけたみたいなそうもう全部フルでつけさせてもらって、はい、だから現行ゲレンデぽいあそうですよね、うん、このグリルとかもパナメリカーナそうとか、まあ、バンパーとかに比べてもらうと結構現行ゲレンデを意識した感じの本当ですねそうでヘッドライトももともとは純正のメッキ、はい、中がでそれを、空割りしてインナーブラックペイントして、はい、まあ言ったらゲレンデのナイトパッケージをちょっと意識した。はいそう仕上げた感じですね。あ、なるほどなるほど。でここもまあ言った現行ゲレンデみたいなパナメリカーナグリルでもうすでにブラックアウトしてるような。そう。うんでここのエンブレムはあえて鈴木そうここやっぱりなんかね俺はもうこれは鈴木で行きたかった。そうですね。ジムニーじゃん。某スリーポインテッドスターとかにパチモン感がね出ちゃいますもんねだからちゃんとジムニーなんですよっていうのでここは置いときた鈴木を主張するそうなるほどそうでこっちがフロントバンパーはもうごっそり交換ああですよねでまああっちのゲレンデと似たようにこう左右のグリルのなんていうのこれフィンなんかなまあこっちはちょっとこれウインカーになっとってああなるほどねそこもあってでアンダーガードこれもグロスブラックで塗りをしてそうでここももともとキットはこう区切ってある感じで塗り分けしてくださいねみたいなでもこれなんと現行ゲレンデの本物のパーツです。これが加工してだからあっちのゲレンデのこのなんやろグリルガードっていうんかなパーツの名前でそうトリムみたいなこれを現行ゲレンデのパーツを加工してここにつけてなんでそんなことするんですかいやちょっとなんかボリュームが欲しいなと思ってその塗り分けただけやったらちょっと平面っぽいからこだわりすげえもうなんかちょっと硬くて加工しづらかったらしいけどそうちゃんとそれ加工してチリも合わせてっていう感じでいやでも分からないですもんねそうなんか加工してる感が全然ないんでなんかもうちょっとこれでゲレンデっぽくなったかなとそうですねかなり近づきましたねでこれボンネットのフードこれも上から貼り付ける感じのまあちょっとゲレンデのボンネットっぽく見えてこれももうそっくりですもんねそうあんまそっくりとか言ってんか分からんけどそうでここがそのエアローバーのエンブレムがついてそうこれがエンブレムそうでじゃあ次フェンダーはいフェンダーもこれオーバーフェンダーオーバーフェンダーですよねもうブリーってなってますよねそうもうゲレンデっぽくだからフェンダーも来てこのゲレンデといえばこのモールそうモールもこれいってもう本物見てもらってもそうですねそうもう本物って言っていいかなそう見比べてもらってもこっちもゲレンデじゃないのかなっていう感じがでホイールがこれ KFW のM モーション。そう、K ファクトリーさんのホイールの略で KFW っていう。なるほどね。由来がそこなんですね。で、これまあサイズがまあ 7J の18インチなんやけど、はい、あんまりこうオフセットって俺ら言わんけど、これマイナス45です。マイナス45、ちょっと初めて聞きました。そう、伊藤さん組んでもらった時になんかありえへんところにこうハブ面が来とったから、そうまあオーバーフェンダーに合わせたホイールもう、まあ、専用というか、そう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 、いやなんかこう見た時にスペーサー入ってないし、うん、なんかおかしいなとは思ったんですよ。言ったらジムニーってそのハブがめちゃめちゃでかいんよ、こんなボコンって出とって、それを隠そうとしたらここまでなったっていうのが開発ヒストリーです。すごいですね。そうで、そのホイールを、はい、まあもともとマットブラックやったんやけど、はい、ちょっと高級感出すためにグロスブラックに、うん、ペイントさせてもらって、はい、あとちょっとこれ見えにくいんやけど、キャリパーも一応 G63 やったら赤やなと思って赤にペイントして、はい、なるほどね。そこもまあこう寄せてる、ちょっとこう、はい、ね、近づけてるような感じが。なるほど。で、まあ車高、はい、車高はRSR の車高調で。あー、なるほど。ローダウンして、結構ローダウン。そうそうそう。大体6センチぐらい落とした。なるほどね。結構落ちてるんですね。そう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 。でも乗っても乗り心地も全然気にならんし。さすが RSR っていう感じ。で、僕ちょっと気になったのが、もうすっごい再現されてるなっていうのがここ。そう。こここれすごい。もうここだけアップしたらわからんぐらい。そうですね。そう。多分誰も気づかない。そう。こっちと見比べると。一緒。もう一緒。一緒。これ一緒って言ってもええやろ。そう。で、ここサイドステップ。そう。ここもまあちょっとこう似たような。うん。で、でもこれサイドステップやけど、ちょっと一応エアロパースやから、多分足かけると、うん。ちょっと危ない感じ。そうそうそう。だからここ来てで。なんと今回マフラーも変わってます。マフラーも、まあ、向こう側もそうなんですけど左右2本ずつの4本だし、これジムに行ってもともとはマフラーどう出てるんですか？もともと後ろからで、後ろのやつを それを途中からこう結構ね、はい、下回りその作業した時見て思ったらこうぐるんってループさせて横から出してる感じ。そう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 で、しかも車検も OK で、まあ、マフラーカッターだけちょっと。塗り分けしてブラックに、そう耐熱のブラックでペイントして、まあゲレンデでいう本国仕様みたいな、まあ今やったらもうね標準でついとるけど、まあ初期とかの本国仕様みたいな。そう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 、それを意識して、すごいな。いやちゃんと4本とも廃棄するし、そうただのカッターじゃないよっていう。はいはい。そうで、そうまたこう来て、ここから同じようにそう膨らんでオーバーフェンダーになってる感じで、でリア、はい、まあリアも綺麗に再現されております。いやこれでもすごい再現率ですねこれ。そうほんまにこのスペアタイヤカバーもそうやし、そうですね。そうここにねこれも充実に再現されて、で一応その塗り分けで、はい、まあよくやるラッピングみたいな感じでここブラックグロスブラックで塗って、ここもグロスブラックで、でここは鈴木のエンブレムで、でリアバンパー、そうリアバンパーもフロント同様、そうフロントももともとはこんな感じなんで、後ろはちょっと加工しようと思ったけど結構形ちゃうかったからやめた。なるほどね。ちょっと本物の63の方は使わなかったんやけど、そうだからここ塗り分けして、テールライトとかもエアロに含まれてる専用の、そう専用のテールライトを入れさせてもらって、ちょっと本物どんどん、そうこんな感じ。ああすげえ。こんな感じそっくりです。うわこれすご。ちょっとこっちはねディフューザーがブラバスがついてるけど、うん、ほんまに再現度高いですね。そうはあすご。これエンブレム G62、はい G63 じゃなくて、はいでもこれジムニーって読むらしい。これは誰が考えた？エアロメーカーの社長が考えた。なるほどね。そうジムニー。ジムニーみたいなね。そしたらちょっと細かいこだわりポイントはいくつかあって、ぜひ教えてほしいです。まずこの言ったら水切りみたいな。そう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 。一応ここにもともとなんかモールみたいなのついとって、でなんかこう切り欠きみたいなのがそうなっとったんやけど、なんかそれとりあえず外した方がかっこいいから、はい、これ埋めて、はい、だから多分誰もわからんやったけど多分誰もわからん、オーナーさんもわからんと。ってことはこれ作った人じゃないと多分わからない。そうそうそう、板金屋さんと俺で埋めた方がよくないって、はい、あマジっすねって埋めたけど、なんかこう誰もわからんまあちょっとこういう細かいこだわり、まあでもそっちの方が見た目もいいしかっこいいしっていう。はい、であとジムに行って、はい、ここによくあるラジオアンテナ、ここにボコンって出とんがあって、それもダサいから埋めた。埋めてスムージングしたそうスムージングして、はい、もうやから天張り一回下ろして、はい、埋めてちゃんと雨漏りもしないように埋めたそう。はい、じゃああと中はい、うん、ちょっとじゃあ開けてみよう。はい、お願いします。そう一応はい、シートカバーをデジのエクスクルーシブっぽいダイヤモンドステッチのやつに変えました。一応一番なんか似たシートカバーを選んで、すげえ。そう内装までちょっと手がけた感じですね。内装もちゃんとねぽくもうそこまで仕上げようと思って。なるほどね。で、はい、一番のこだわりポイント、はい、なんとこちらオールペンです。オールペン、はい、いやなんか色鈴木ってこんな色あるんやって思ってたんですよ。ダイヤモンドホワイトですベンツのカラーナンバーでいう799、はい、ダイヤモンドホワイトにオールペンしました、はい、そうだから預かってるお車でダイヤモンドホワイトがなかったんやけど、実際2台並べたかったなっていう。まあ言っちゃうと、はい、エアロホイールマフラー足オールペン、まあ、あと細かいところいろいろやって、はい、車体価格よりお金がかかりましたカスタムの方が上行っちゃったっていう。上行きました。なるほどね。そうでもまあ金額言っていいんですかねこれざっくりで、うん、まあ、車ごと今回オーダーもらって、うん、はいはいはい、パーツも込みで600万600万のジムに。そうです、はい、はい、ざっくり。まあでもこんだけ変わるんやったらね、そうもうそんだけまあかかってもって言ったら、うん、まあちょっと感覚はあれかもしれないですけどオールペンまでしてるんでほんまに、はい、でもこの車面白いのが、はい、ゲレンデ乗っとるお客さんとかこう来られるわけ、はいはい、でみんな来てこうやって「あエディション1か」って言ったりとかあれゲレンデってショートあったっけとか、もうこっちが欲しいコメントをすごいくれるみたいな。そうかぶりオレかみたいな。そうそうそう、通ドアですしね。そうでゲレンデ乗っとるお客さんで一人なんか知り合いがジムに買ったと、でこれええやん言って写真撮って送ってくれたりとか。はいはいはい。そう最近一番他のお客さんの受けが良かったこの車。なるほどね。みんながあれこれってで気づく人は中見てうわこれシートカバーも変えとるやんとか言ってくれたりとか。そうあとはね、そのエディション1かな、エディション1かって言った人もヘッドライトのインナーブラックとかこう見てくれたりとか。あ、なるほどね。この、エアロオーバーのボディキット、はい、なんかいや初めて組んだけど、はい、もうほんまにこういつもゲレンデをよく見させてもらってる僕らからしても、はい、かなりこう作り込みがもう細かいところまですごいなっていうのもありますし、これ海外でめちゃめちゃ売れてるらしいです。ああそうなんですね。そうこのキット。そう聞いたところによるとヨーロッパだったりとか中東とかアジアとか結構出てるみたい。あそうなんですね。やっぱり向こうの人らもちょっと気に入るんやろうなって。そうそうそう。いやこれはいいですよねでもね。まあ他にあんま見ないですもんね。そう知ってても多分おってなると思います。そうそうそう。こんなんでこうジムニーミーティングとかあるんかな、なんかオフ会的なあんなん行くとちょっと多分スターになるんでしょうね。そうあとみんな多分ボディカラーであれってなってくる。あ確かに。そこまでちょっとこだわって作らせてもらったんで。はいです。はい、こちらのジムニーなんですけど、はい、まあお世話になっているお客さんが、はい、こう知り合いの女性の方がゲレンデ乗りたいと。はいはいはい。そうで。ゲレンデ乗りたいんやけどやっぱり大きいしちょっと、うん、私じゃ乗れないかなみたいな感じやって、はい、ちちょっとネタとして、はい、そうこんなんあんねんって見せたら、はい、もうこれがいいって言って食いついて、そうでもう車から探してくださいと、はい、で、はい、車探させてもらって、はい、でそのまあ嬉しいことに、はい、やっぱりこう毎日ゲレンデを見てるボンドに本気を出して作ってほしいとで、はい、もうじゃあ任せてくださいと、はい、その代わりも好き勝手やっていいですかって言って、はい、もう OK ですと任せる、そうだからもう塗っちゃいますとか、はい、もう全部ダイヤモンドホワイトにとか、はい、だからこういうちょっとエディション1風にしたいとか、こういうところとかも、ね、そうそうそう、はい、だから俺らがゲレンデをいじった感じをジムニーでやった感じ。ああ、なるほどね。ほんまにだから岡さんの好きな感じってことですね。そう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 。もうゲレンデで、はい、結構俺もよくそのホイールをマットブラックのエディションホイールやのにグロスブラック塗ったりとかするけど、もうそんな感じのちょっと再現させてもらって。なるほどね。うん、ってことは女性オーナーさん。女性オーナーです。多いですね。マカンに X4M にジムニーに。奥様がこう乗りたいとか、やっぱりこう女性の方でもカスタムした車に乗りたいって言ってくれるのはやっぱり俺らからすると嬉しい。すごい嬉しいですね。だからもうこのジムニーがこれから街中を走りますんで、ぜひ見かけたらおって言ってください。言うだけ。言うだけ。言うだけ。今日はこちらのまあボンドが本気を出していじったジムニーの紹介でした。はいはい、はい、それでは今日はこの辺りで、次はどんな車が出てくるか楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。